んですが、あなた様には他人の気持ちが見えますか？交流の浅い者の心は見えないかもしれませんが、しかし友人や愛しい恋人の心は分かる人も多いのではないでしょうか？もしくは自分の心さえ分からない時もあるでしょう。時に鮮明に見えたかと思えば、次の瞬間には見失う。心って一体何なのでしょう？心はなぜそんなに不安定なのでしょう？今回の話はそんなお話です。それでは楽しんでくださいね。私たちはいつも三人一緒。トイレに行く時もご飯も一緒。何をするのも三人一緒。頭のいいバードちゃん、力の強いスネークちゃん、二人は私の自慢の友達だから。私の世界は息苦しい。二人にはいつも羨望の眼差しが集まる。そんなグループに入ることができて私は幸運だ。でも特別な二人と過ごすようになって、私は周囲の者たちがとても間抜けに映るようになってしまった。そんなこともできないの？バードちゃんならすぐできるよ。また失敗してる。スネークちゃんはそんな初歩的なミスはしないよ。そんなことばっかり考えてしまう。私を妬む者たちは多い。最近よく私の陰口を耳にする。みんな言うことはバカの一つ覚えのように一緒。自分が一番知ってるよ。でも二人さえいれば何だってできる。だからきっと私も特別だから二人から離れられない。いつも一緒だったはずなのに、最近二人は私に秘密で何かをしている。許さない。私を仲間外れにするなんて許さない。私には二人しかいないのに、なんで私を見捨てるの？なんでそんなにひどいことができるの？離れられないようにしてから捨てるなんて本当にひどい。きっと今頃私を嘲笑っているに違いない。今日こそは私に隠れて何をしているか突き止める。もしかしたら噂話の出どころも彼女たちなのかもしれない。なんてひどい話だろう。私は本当に二人のことを大切にしていたのに。きっと二人の本性を目の当たりにしたら耐えられない。知りたいけど知るのが怖い。だから真実を知る前に私は逃げた。一人になると決めてから今まで以上に二人が恋しくなった。本当は私も二人と並んでいたかった。何も考えず楽しく遊んでいたかった。どうして自分には力がないのだろう。どうして自分には知識がないんだろう。足りないことばかり考えてしまう。二人みたいに他人に認められたい、すごいって言われたい。
そんな気持ちを抑えることができない。生まれながらに何かを持ってるなんてずるいな。このままで良くないことは分かっているけど、どうしたらいいのか分からない。私の気持ちを表すかのような天気模様。その時私は見つけた、小さく震えるか弱い存在を。冷たかった私の心が少し温まったような気がした。なんでそんなこともできないの？理不尽に怒鳴りつけても、どれだけひどいことをしても、ゴーストは私についてくる。幼いながらに気づいたのだろう。親を失ったゴースト。彼女は私がいないと何もできない。ただ捕食されるのを待つだけだ。だから私は彼女にとって特別になれる。彼女だけが私を必要としてくれる。ここでなら私は必要とされる。それが心地よかった。ようやくありのままの自分でいられる場所を見つけることができた私は、友人を忘れることができるようになっていた。だってもうこの子さえいれば私に存在する価値はあるのだから。でも本当は嘘だ。みんなと過ごした日々は今でも私の心に染みついている。私が離れていったことを反省して謝りに来てくれないかな。そうしたらまた一緒に遊んであげるのに。はぐれゴーストと暮らすようになり、しばらく経った朝、私の前に懐かしい二人が現れた。もう心配したんだよ。勝手にいなくならないでよね。二人は私を見つけ出してくれた。本当はそれで十分なはずだったのに。言いたいことはたくさんあったはずなのに。心に溜め込んだ劣等感が噴出し、抑えることができない。それよりも先に言うことがあるんじゃない？私はいつも失敗する。悩みがあるならみんなで解決しよう。二人はいつもそうだ。そうやってまた私が一人だと何もできないという事実を突きつけてくる。うるさい！私の気持ちなんてわからないくせに！どうせ私のこと自分たちを引き立てるためのアクセサリーだと思ってるんでしょ？どうしたの？落ち着いて、ね。ホークちゃんらしくないよ。うるさい！じゃあなんで二人は私に内緒で会ってたの？二人きりになって何もできない私のことバカにしてたんでしょ？違うよ。そんなことできるわけないじゃない。そうだよ。私たちを信じて。本当に？じゃあ目をつぶって、私に
証明してみせて。本当は大切にしたかったのに、本当はこんなことしたくなかったのに。ああ、私は本当にバカだ。スネークちゃんの力を手にして、バードちゃんの知識を手にして、もう私は無力じゃない。それにもう私たちはずっと一緒、理想の三人組だ。この力さえあれば、私は私のままでいていいんだ。もう終わり？